にちは、ゆしみです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ただいま私のチャンネルがチャンネル登録者数目標の1000名まであと19名様というところになりました。皆様ありがとうございます。目標の1000名様を達成いたしましたら連続視聴週間というのをねスタートしようと思ってます。この進撃の巨人再視聴に関してもどんどん投稿していこうと思ってますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。前回から再視聴をスタートしているんですけれども、おそらくこのリアクションを見てくださっている皆さんは一度進撃の巨人を見たか、あるいはコミックを読まれた方がほとんどだと思うんですけれども、私がストーリーを知っているのでうっかりネタバレをしてしまうこともあると思うので、初めてご覧になるという方はそのあたりはご了承ください。私としてはリアクションするときに初見の時の初めて見た時の気持ちをこう思い出すような感じでリアクションをしていこうというふうに思っているので、どうぞよろしくお願いいたします。衝撃の第1話、壁がね壊されてシガンシナ地区にねどんどん巨人たちが入ってきてしまい、エレンのお母さんも、巨人の犠牲になってしまったというね、そういうショッキングなシーンで、終わったわけなんですけれども、本日は第2話を見ていこうと思います。人類にある天敵が現れた。彼らと人類の間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち、このね諸設定の解説、この巨人とは何、どうしてっていう、生き残った人類はマリア、ロゼ、シナ、ここで100年の平和を実現させた。100年、しかしオープニングです。その日、シガンシナ陥落に、この大小さまざまな巨人たちが本当に恐ろしい。逃げる場所もないし、恐ろしい。こんな恐ろしいことがあるだろうか。信仰も虚しく、真実だね。俺に勇気が出なかったからだ。ハンネスさんは誠実な人だと思いますよ。本当のことを言ってるから。ミカさん、頭が痛いのね。船でね、シガンシナのように突出した地区は巨人を引きつけるおとりとなりを果たしていた。このなんか仕組みを知った時に、庶民のこう地位っていうのをね、あとは格差みたいなのをね感じましたよね。あ、そういうのがある世界なんだなみたいな。でもエレンとミカサがまだ。今はやめておきなさい。アルミンの家族構成って結構ね謎でしたよね。こういうねパニックが起こりますよね。逃げて逃げて、もう次の壁まで人類の活動領域が後退するんだぞ。だからって目の前の人間を見殺しにする理由はない。こういうね究極の決断をしなきゃいけなくなるっていうね、ハンネス。何ですかこの巨人はというね、明らかに他と違う。なんだあいつですよ。
全然効かないしね。すごい勢いで走ってくるし。逃げて逃げて。何も知らないってことがどれだけ恐ろしいか。とんでもない穴が開いてしまったよ。ちょっとこの巨人はもうメカっぽかったですよね、最初に登場した時からね。なんか生物的っていうよりもマシン的なこう動きだし、こう顎のあたりの設計とかもね。ウォルローゼ南方トロストク、これなんか他の諸設定をネットで見た時、かなり壁内って広いですよね、広大な。結構日本列島がまるっと入るぐらいのね領域がありましたけど。終わりだと思ったよね、思ったよ。こういう自分の無力感に苛立つっていう経験はありますよね。こんな思いしないために強くなりたいというね気持ちが出た。駆逐してやる。この強い憎しみと怒りがこの物語を一貫してね貫いていきますよね。うわ、お父さん生きてるって思って。お父さん。お父さんのこの地下室の鍵、地下室。鍵をしてるんですよね。ということはこれは昨晩の出来事なのかというね。頼りになるよ、ワルミ。避難民が多すぎるんだ。どうせ巨人が壁を越えたんならもっと食って減らしてくれりゃよかったんだ。口減らし問題がね、戦後というのはね。食料不足がひどくなる一歩かけエレンもすぐ怒るし。このシーンにね、いろんな人が映ってるっていうお話ですけど、いましたね今。アルミンのお父さんとお母さん亡くなったんだってね、ここで初めて知ったけど。ミカサ姉さん、エレンをどうにかして。私たちは巨人から逃げるのも町から逃げるのも何一つ自分でやっていない。今日食べるものさえ助けてもらった。自分一匹だって倒せる。ミカサの言う通りです。大切なのは生き延びること。そう、生き延びること。パンを無理やり口に
生きて生きて生き延びることですね。アルミンのおじいちゃん、その数25万人、当社はわずか100数十名、食料不足はわずかながらに改善された。もうなんか巨人によってもたらされた死なのか、食料なんていう事情が操作したのか。アルミン、僕も、私も行こう。だからあなたを死なせるために行く。守護神ミカサが分かった。より第104期監督することになったキースシャーです。サマラを歓迎する気は毛頭ない存在だ。そんなクソの役にも立たん貴様らを我々が3年かけて鍛え込んでやる。みんないる。巨人の前に立った時、王を守る名誉ある。急に大人になったね、ミカサも。巨人を駆逐する栄光ある人類の兵士か。巨人を一匹残らず駆逐してやる。訓練兵生活が始まるのか。当初の頃のこのエンディングの、なんだろう、しっとりとした感じとかね、女性ボーカルシリーズも結構好きでしたね。このエンディングはミカサが主人公に描かれてますしね。第2話ということで、いよいよ、そうですね、まあ、ちょっとネタバレになりますけど、いよいよ鎧の巨人が現れて、ウォールマリアの壁も破壊されてしまったという状況になってしまったんですけれども、まあ、残酷なことにね、食料不足ということで、口減らしにたくさんの人があえてというかね、もう戦場に送られて亡くなってしまい、ますますね、壁内人類の社会というのはちょっとギスギスし始めているわけなんですけれども、まあ、最初にこの諸設定を見た時にね、壁の外に出っ張ったシガンシナ地区のこととかね、壁がまあ3つのこうエリアに分かれていて、外側からだんだん内側に対して、まあ、地位が上がっていくっていうね、壁内人類の中での格差みたいなものが存在するっていうことが一応まあ分かった、そんな回でした。シガンシナが陥落した時点でね、まあ、エレンの両親、お母さんは亡くなってしまって、お父さんはちょっとこう謎を残しながら行方不明っていう風になっていて、それは描かれてるんですけれども、まあ、ミカサとかアルミのね、両親とかはどうなったのっていうことは割と描かれないままだったので、最初見た時は結構気になるポイントだったんですけど、まあ、アルミのね、おじいさんはこのアニメの中では口減らしの作戦に動員させられて亡くなってしまったっていう風に描かれていましたね。アルミがね、配給をもらってきたパンをエレンに食べさせるシーン、あの場所では、まあ、後々ね、いろんな伏線としてある人物があの場所に描かれているっていうことがね、結構ファンの間では有名なわけなんですけれども、まあ、確かに今日もう一度見ると結構しっかり描かれてましたね。何度も何度も描かれてました。そしていよいよ3人はね、訓練兵として訓練をこれから受けていくという、そういう場面でございましたけど、やっぱりこういう人間にとってね、大きな悲しみ、喪失感とか憎しみとか怒りっていうのはね、生きていく上でのまあすごく大きなモチベーションになるんだなっていうことがね、悲しくもまあ描かれているわけですね。物語を追っていきながら考察を深めていきたいと思います。それではまた次回のリアクション動画でお会いいたしましょう。